ローレンス・スティーブン・ラウリーは、イングランドのストレットフォードに生まれた画家である。そのデッサン及び、絵の多くは、英国のマンチェスターのペンドルベリー、サルフォード及びその周辺地域を描いている。ラウリーは、20世紀半ばの北西イングランドの。ラウリーは、独特の絵画制作のスタイルを発展させ、そして、マッチ棒男としばしば評される人の姿のある、郊外風景で、 最もよく知られている。ラウリーはまた人の住んでいない謎めいた風景が目想している肖像画、そして未完のマリオネットの作品をも描いたが、それらはその死後ようやく見つかった。様式化された人影の仕様と天候の影響の欠如のために、ラウリーは時々素朴な日曜画家として特徴付けられているが、これは 彼の開古展を計画準備した諸ギャラリーの見解ではない。ラウリーの作品の大規模な収集はザ・ラウリーと命名されたサルフォード桟橋にある目的を持って建てられたアートギャラリーの中の永久的な公的な展示の中にある。ラウリーは生涯で5つの英典を拒否した。その中には1968年のナイトが含まれており、そして従って 英国の英店の拒否の最多記録を保持している。2013年6月26日、ロンドンのテートブリテンで、同書では初めて大きな回顧展が開かれた。ラウリーは1887年11月1日に、ランカシャーのストレットフォードのオールドトラフフォードのバレットストリート8番地に生まれた。エリザベスは女児を希望していたので、初めはラウリーを見ることすら不愉快であった。 後に母は、姉妹メアリーに対する戦望を表したが、その姉妹には、不器用な少年でなく、素敵な三人娘がいた。ラウリーの父ロバートは、ジェイコブ・アーン・ショーサン・プロパティ・カンパニーの事務員であったが、引っ込み事案で、内向的な男で、かつてラウリーは父を、冷たい人で、自分は生きるべき人生を持っていることを悟り、そして、それを生き抜こうと、 精一杯頑張ったと評した。ラウリーの誕生の後、母親の健康はあまりに衰えているので、教授を続けることはできなかったほどである。母親は、天文が優れ、尊敬され、コンサートのピアノ奏者になりたいという待望があったと伝えられている。母親は、厳格な父によって、高水準を期待するよう育て上げられた、怒りっぽい、神経質な女性であった。父と、 同じように母親も支配的で失敗に不寛容であった。母親は優しくて愛情深い夫の注意と服従を確保する手段として病気を用いて、そして母親は息子を同じやり方で支配した。英語版ラウリーは晩年になされたインタビューで自分は不幸な幼年時代を過ごし抑圧的な家庭の雰囲気の中で育てられたと主張した。 母は、息子の美術家としての添付の際の進化を認めたと、あらわに示さなかったけれども、ラウリーが、両親から、クリスマスプレゼントとして受け取った多くの本は、可愛いラウリーに贈ると署名されている。在学中は、ラウリーは友達をほとんど作らず、そして学問的適性を示さなかった。父親はラウリーに対して愛情を深かったが、しかし誰の話でも、機嫌が良くても、 出しゃばらない存在として背景に徐々に消える静かな男であった。ラウリンの早い時期の大部分はラスホルムのビクトリアパークの葉の多く茂ったマンチェスター郊外で過ごされたが、しかし1909年に財政的逼迫のために一家はペンドルベリーという工業都市のステーションロード117番地に移った。ここでは風景は木々というよりもむしろ織物工場と、 工場煙突からなった。ラウリーは後にこのように改装した。ラウリーが去るフォードロイヤルテクニカルカレッジで研究したピールビルディング。ここからサルフォードのピールパークを望めるが、それはラウリーの多くの絵の主題である。学校を去った後、ラウリーはポールモール社で働き始め、後に家賃を集金した。ラウリーは昼食時間をビルヒルパークで過ごすのが常であった。 ラウリーは、マイユー、古代風の用具を使わず手によるデッサンの美術の個人授業を受けた。1905年にラウリーは、マンチェスター美術学校に職を得たが、そこで彼は、フランス印象主義者、ピエール・アドルフ・バレットの下で研究した。ラウリーは、教師としてのバレットに対する賛美の念でいっぱいで、次のように述べた、私は、フランスの印象主義者でいっぱいな。 パリで起こっているすべてのことを意識している。アドルフ・バレットのこの淡褐色の都市に加わることの私に対する効果を過大評価することができない。1915年にラウリーはサルフォードロイヤルテクニカルカレッジに進学し、そこで彼は1925年まで研究を続け、そしてそこでラウリーは工業風景に対する関心を深め、そしてそのスタイルを確立し始めた。 父は1932年に負債を残して死んだ。母は神経症とうつ病のために寝たきりになり、世話は息子に依存するようになった。ラウリーは母が寝入った後、午後10時から午前2時まで、または疲れ方次第で、ラウリーはもう1時間起きていて特徴を追加することもあった。この期間に制作された多くの絵は罪を証明する自画像と評されるであったが、 これは表現主義の影響を示しているし、そして1931年のゴッホの作品のマンチェスター私立美術館での展示に霊感を与えられたのかもしれない。ラウリーは母が死んだ年まで自分が美術家としてほとんど認知されなかったことと母が自分の成功を享受できなかったことを後悔していると述べた。 1930年代半ばから少なくとも1939年まで、ラウリーはベリックアポンツイードで年次休暇を過ごした。第二次世界大戦の勃発の後、ラウリーは志願しての火災関心として兵役に服し、そして公式の戦争美術家になった。1953年にラウリーはエリザベス2世の戴冠式の公式画家に任命された。 母が1939年10月に死んだ時、ラウリーはうつ病になり、徐々に家の補修をなおざりにして、1948年に家主がそれを取り戻したほどであった。ラウリーは金が不足していなかったし、そしてモットラム・イン・ロングデン・デールのズイ・エルムズを買った。ラウリーはその家を見にくくそして住みにくいと考えたけれども、ラウリーは ほとんど30年後の死亡時までそこに留まった。後年、ラウリーは休暇をダラムのサンダーランドのシーバーンホテルで浜部屋近くの港や炭鉱の風景を描きながら過ごした。スケッチブックを持っていなかった時、ラウリーは鉛筆あるいは木炭で封筒の裏、ナプキン、そしてクロークルームのチケットに風景を描き、そしてそれらを家族と共に座っている若い人々に、 送った。掘り出し物として偶然に発見されるこういう作品は今や数千ポンドの価値がある。あるナプキンのスケッチはサンダーランドマリオットホテルで見ることができる。ラウリーは真実性に関わらず物語を楽しむ秘密主義ないたずら好きな男であった。ラウリーの友人らはラウリーの逸話は正確さよりもユーモアで有名であり、そして多くの場合、 ラウリーは騙そうと恋に思い立ったと述べた。虚構の案に関するラウリーの物語は守備一貫しておらず、そしてラウリーは他の人々を話をぶら下げる枠組みとしてでっち上げた。ラウリーのリビングルームに収集された置き時計はどれも違う時刻に合わせられていた。ラウリーはある人々には本当の時刻を知りたくないからだと言い、またある人々には 同時のチャイムに耳をつんざかされなくて済むからだと主張した。ラウリーの人生における矛盾はこのような混乱によって激化させられている。ラウリーは恥ずかしがり屋として広く見なされているが、しかしラウリーはサルフォードの美術家ハロルド・ライリーを含む長く持続する交友があり、成人生活を通じて新しい友人を作った。ラウリーは ジェームズ・ローレンス・スイッシャウッドのような自分が賛美する若い美術家から作品を買ったし、彼の黒猫抱く女はラウリーのアトリエの壁にかかっていた。ラウリーはこれらの美術家の幾人かと友達付き合いを続けた。ラウリーは1955年11月に23歳のカンバーランドの美術家シェーラ・フェルト友人になり、彼女を20世紀半ばの最高の風景美術家と評した。 ラウリーは自分が美術館に与えた幾点かの絵を買うことによって彼女の経歴を支えた。フェルは後にラウリーを次のように表した。ラウリーはついに結婚しなかったのでこのことはラウリーの影響力に衝撃を与えたが、しかしラウリーは女性の友達が幾たり描いた。88歳でラウリーは自分は全く女性を知らないと言った。1 9五十年代後半に 自分の名声が高まるにつれて、ラウリーは見知らぬ人に接近されることに飽きるようになり、そして自宅を訪問されることを特に嫌った。別の立証しえない話では、ラウリーはちょうど出かけるところであったと主張できるように表の扉のそばにスーツケースを置きっぱなしにしていたが、親切な若者が、ラウリーを鉄道駅に連れて行こうと主張し、そして、ラウリーの騙しを明らかにしないで、 たった一駅の乗車券を彼が買えるように紙を買いに、やらされた後に、この習慣はやめたとラウリーは主張した。しかし、ラウリーはモットラムの住民に礼儀正しかったし、彼らはラウリーを尊敬し、ラウリーのプライバシーを尊重した。ラウリーはイントンの区域を回るのにバスを利用した。ラウリーの制度性の彫像が、村の交通信号棟のところに建てられた。 ラウリーは自分を単純な人間として見せかけようとし、かつ不利口によって古典期以後の美術の進化を評価することができないにも、かかわらず20世紀美術の主要な傾向に気づいていたように思われる。マーヴィン・レビーとのインタビューで、ラウリーはルネ・マグリットとルシアン・フロイドの作品に対する簡単を表したけれども、ラウリーは自分は フランシス・ベーコンの作品を理解しないと認めた。自作の売却で大金を自由に使えるようになり始めたとき、ラウリーはラファエル全パの美術家ロセッティによる多数の絵とスケッチを購入した。これらの作品の多くはエリザベス・シダル、ジェーン・モリス、ウィリアム・ホルマン・ハントのミューズであるアニー・ミラーの肖像画であった。ラウリーはロセッティが自分の主たる霊感源であるとみなしていた。 主として孤独なイントンした人物と見られているけれども、ラウリーはサッカーの試合に通うことを楽しんだし、マンチェスターシティ FC の熱心なサポーターであった。ラウリーは1952年65歳の誕生日にポールモールプロパティカンパニーを退職した。ラウリーは現金係主任になったが、しかし決して家賃を集金することをやめなかった。会社は ラウリーの美術家としての発展を支え、そして年次休暇に加えて展示のために時間を与えた。ラウリーは自分の仕事を誇りに思っていなかったように思われる。会社雇用に関する秘匿は自分自身を本格的な美術家として見せかけたいという欲望として広く見なされるが、しかし秘密は美術界を超えて社会圏の中に及んだ。 ヒルダマージェリー・クラークは女性と出会った時ラウリーに会い、そしてラウリーは彼女の家族の一部となった。ラウリーは彼女の家族や友人らと共にコンサートに行き、彼女の家を訪ね、ペンドルベリーの自宅で彼女をもてなし、そこでラウリーは絵の知識を分け与えた。二人はラウリーが死ぬまで友人であったが、しかしラウリーは美術以外の仕事を持っていることを彼女に語らなかった。 1950年代にラウリーは、カンバーランドは、ウェストミンスター銀行の支配人であったの、クリエイタームーアとサウサンプトンは結婚後、映っていたにいる友人らの元を訪れた。ラウリーは、クリエイタームーアの騎士、サウサンプトンの受け橋、および友人らの家に近いその他の風景の絵を描いた。1957年に、キャロル・アン・ラウリーという親戚ではない13歳の女生徒が、 美術家になることについて助言を求めるように母に強く促されて、ラウリー宛に手紙を書いた。ラウリーはクレーターマンチェスターのヘイウッドの彼女の家を訪れ、その家族と友人になった。ラウリーのキャロル・アン・ラウリーとの交友は彼が死ぬまで続いた。ラウリーは変化する風景には関心がないことを引き合いに出して美術界から引退することで冗談を言った。その代わりに ラウリーは人物像と奇妙な想像上の登場人物の集団に焦点を合わせ始めた。友人らや公衆に知られないまま、ラウリーは一連のエロチックな作品を制作したが、それらはラウリーの死後初めて見られた。それらの絵は謎めいたアンの像を描いているが、アンは性的な攻撃や自尊心を傷つける拷問に耐えながら、 ラウリーの生涯を通じて制作された肖像やスケッチに現れている。これらの作品が1988年にバービカンセンターでアートカウンシルの100年記念の展覧会で展示された時美術批評家リチャード同盟とはデイリーテレグラフにこれらの作品は先立つ60年間の作品においては決してこれほど示唆されていない性的不安を明らかにしたと書いた。 これらのエロティックな作品は、時には、マネキンスケッチあるいは、マリオネット作品と評されており、ラウリーセンターに保管されており、そして訪問者は請求次第見ることができる。一部は、交代制で、公共展示区域に出されている。マンチェスターの著者ハワード・ジェイコブソンは、これらのイメージは、ラウリーの憂鬱な拷問される、世界観のほんの一部分であり、これらはもしより広く見られれば、 ラウリーの作品の複雑さの公的な認識を変えるであろうと主張した。サルフォード三橋のラウリーセンターの出入り口ラウリーは1976年2月23日に88歳でダービーシャーのグロソップの渦病院で肺炎のために死亡した。ラウリーはマンチェスターのサザン墓地の両親の隣に埋葬された。 ラウリーは298,459ポンド相当の財産と自分自身と他人とによる美術作品をキャロル・アン・ラウリーに残し、彼女は2001年にこの美術家の署名の商標保護を入手した。ラウリーは文化的な遺産、幾百万ポンドでしばしば売られ、他の美術家に霊感を与えた作品を残した。サルフォード・桟橋のザ・ラウリーは2000年二十六百万ポンドを かけて開かれた。ラウリーにちなんで命名され、2000平方メートルの画廊。彼の絵のうち55点と278点のデッサン。ラウリーの作品の世界最大の収集。100点まで展示する。2005年1月にロングデンレールのモットラムで、ラウリーの彫像の除幕が行われたが、そこは、 彼の1948年から1976年の島での自宅から100ヤード離れている。彫像は除幕された時から破壊者の標的となってきた。2006年にサルフォードにあるラウリーセンターはラウリーの諸作品に霊感を受けたコンテンポラリーダンスパフォーマンスを主催した。2013年6月26日、ロンドンのテートブリテンで同書では初の ラウリーの開古展が開かれ10月20日までの予定である。LS ラウリーの記念物ロングデンデールのモットラムラウリーは1945年にマンチェスター大学によって名誉マスター・オブ・アーツの学位を1961年にドクトル・オブ・レターズを与えられた。ラウリーは1965年にサル・フォードの名誉市民権を与えられた。1975年にラウリーは サル・フォード大学とリバプール大学によって名誉ドクトル・オブ・レターズ学位を与えられた。1964年に美術界はマンチェスター・エクルズのモンクス・ホール・ミュージアムでのラウリーの作品の展示と参事を提示した同時代の美術家25人の作品の展示でラウリーの77歳の誕生日を祝った。晴れ還弦楽団はラウリーに敬意を表して演奏会を開き、 そして、首相ハロルド・ウィルソンは、ラウリーの絵、地を公式クリスマスカードに用いた。ラウリーの絵、学校から出てくるは、1968年に、英国の偉大な美術家を描いている、ポストオフィスによって発行された、シリーズの最高金額の郵便切手に描かれた。ラウリーは2度にわたって、大英帝国訓位を辞退した、1955年に、第四級勲章し、 1961年に第3等訓尺師。彼は1968年に内藤、1972年と1976年に最下級訓尺師を断った。ラウリーは英天の事態の最多記録を保持しているようである。工業風景について、自分のスタイルについて、自分の会計画について、美術について、ラウリーの作品は多くの公的な、 そして私的なコレクションに収められている。最大のコレクションは、サルフォ報道市議会が所蔵し、そしてザラウリーで展示されている。そのコレクションは約400点である。彼の書デッサンの下の隠された人影らが、X 線分析によって明らかになった案の人物ら。試合を見に行くは、プロフェッショナルサッカー選手協会が所有し、そして一時、 国立サッカー博物館に展示されている。ロンドンのテートギャラリーは23点の作品を所有している。サウサンプトン氏は浮橋、運河橋及び工業都市を所有する。彼の作品はニューヨーク近代美術館で特集されている。ニュージーランドのクライストチャーチにあるクライストチャーチアートギャラリーでプナオアイフェトはそのコレクションにウィットネスの工場を持っている。 この絵は、そのギャラリーの1950年代の最も重要な取得物の一つであったし、そしてその収集の現代英国美術の呼び物のままである。ラウリーは、生涯に約1000点の絵と8000点を超えるデッサンを制作した。ここの一覧表は、特に重要であるとみなされているものの一部である。2007年5月2日、ストックポータのチードル・ハルムのグローブアートギャラリーで、 ラウリーの美術作品5点が盗難にあった。最も高価なものは高架橋で70万ポンド相当、タイガーに入る輸送船は50万ポンド長と見積もられた。診療所、リングリーの橋及び露天紙もまた盗まれた。これらの絵は、後にリバプールの近くのヘールウッドのある家で見つかった。注釈参考文献一覧。ありがとうございます。